ンドに着いたので、これから心を取ってさばく練習をしていきたいと思います。暑いです。ゴロを取って下を向いてる間中、ヘイヘイ声をかけてあげること。そうすると取ったあとすぐ声のする方向に野手が投げれるので、キャッチャーやる人はもう取りに行って体勢のうちからヘイヘイボールを呼んであげてください。なんか降ってきたよ。それでは次回の動画は、バントを確実に決めるコツについて話していきたいと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いします。動画作りの励みになるのでコメントくださると嬉しいです。こんな動画が見てみたいとかあれば教えてください。ではまた。